今日は30分ぐらいで終わりにします。や、30分じゃないな。明日朝早いんだよね。ありがとうございます。ごめん、お疲れ様です。ありがとうございます。文字数が足りなくてよろしいって切られちゃった。明日の12時から2月の主演舞台のチケットが販売されます。小劇場なので客席数は多分今まで一番少ないんじゃないかな。キャパが。みんなぜひゆかるのおじさんはゲットしてほしいところです。みんな応援してます。 チケットゲットしてね。今日はお団子です。まだ URL がさ、あ、やっぱ音出しっぱやん。あ、かよちゃんからお返事が来てた。もう消した。ちょっとサイレントにしました。あー、寂しいね。いやー、仲のいい人みんな、あー、寂しいよ。なんか続いてるね。レイちゃんさ、ゆかるんさんが卒業するまでやめませんみたいな言ってたのに。覚えてんだよね。いやー、でもさ、怒ってないよ。でも私がもし卒業するときになったら、みんな、いるかな、仲のいい人いるかな、みたいな。もうね、れいちゃんが話してくれたとき、本当にすごいまっすぐな思い出っていうか、話してくれて、そうだね、合格、そうだね、学業とアイドルっていう、なんかそういう今の自分と、その、なんだろう、これから進みたい方向とか、そういうのをしっかりなんか言葉にしてくれて。なんかその姿がすごくかっこいいなって思ったけど、やっぱり寂しい。かよちゃんも寂しいよ。でもなんか、かよちゃんとずっと一緒だったからさ、一緒に遊んだこともあるし、この間も一緒に歩いて帰ったからね。寂しいな。本当に
気持ちの整理がまだできてないですね、うん、でもきっと二人とは卒業しても会えると思う からだから寂しいよ、やっぱ寂しい、なんか一緒に活動でき、いやもう寂しいわ、うん、会えるとは思うけど寂しいわ。公演終わってから私がずっと寂しいとか言ってたの楽屋で、そしたら千織かな、千織が大丈夫、ゆかりは40歳まで AKB いるってやってるでしょみたいに言われて もうなんか千織の一言ですごい笑っちゃって なんかやっぱ千織そう そう、そしたらさ、あゆがさ、千代さんは60歳までやってますよねみたいな。あゆそういうこの盛り上げ方どこで覚えたんと思って笑っちゃった。で私もそれに乗ってね、うん絶対60っす、うん絶対大丈夫だよ、踊れないわみたいに言ってたけど、だから私が MC で、なんだ、なんで MC みたいな まあ今日久しぶりに調理とねステージ立ってなんか楽しかったね。いやでもなんかほんとチーム B の居心地が良すぎてなんかうん大好きです、みんな優しいし温かいし、明日は撮影だ。たくさん撮ってもらおう。この髪型いいよね。明日一日撮影なの。早起き頑張るし、朝お風呂入ってから行った方が絶対絶対むくみ取れていい感じだなって思うから、今日は早めに配信終わりにしようっていうね、うん
近いつ頃？わかんない。まだ詳細言えない。今日公演見れてよかった。うん。のコンディションどうだった？私今日実は良さしてから公園行ったんだけど、良さっていうなんかサウナじゃない、なんかね、じんわり温めて汗を流してみたいな、まあ、調べてみてください。ハーブかな、ハーブかなんかでこう温まってみたいな、あれをやって汗めっちゃ流してから公園でやったんだよね今日。あ、そう、ヨモギ虫的な、そう、動きが切れてた。本当にありがとう。いや、もうシアターの女神公演が好きすぎて好きです。私さ、一つでいい。最近ずっとこのパーカーじゃない？配信するとき、たまたまかな。今日はもう楽な格好で。あ、いいから、オッケー。顔がシャープだった。嬉しい。楽だからいいんじゃない？うん。今年も行かんの？待ってますよ。最前列だったから肌切れてマジで思ってた。やったー。今ね、何にも荒れてない。でも感想がちょっと気になるね。最前列ってほんとすごいね。何でも見えちゃう。あ、15分。じゃあ45分までやる、配信。もう一度言います。明日の12時から主演舞台のチケットが販売されます。よろしくお願いします。多分明日の12時にまたあの、なんだっけ、シャットアウトトイレットだっけごめん、名前合ってるかな。うん、その物体のそのツイッターかな、サイトで、あの、また12時になったらなんか更新されると思うので、そっからリツイートして私はチケットを皆さんに教えます。抽選なの？抽選って何？メール抽選じゃないですか。みんな当たりますように。抽選なんだ。
抽選って何？絶対当たるよ。大丈夫大丈夫大丈夫。絶対当たる。当たる。でもみんなが来れる日取れるといいよね、本当に。最初は抽選なんだ。あ、ショータイムもそうだったんだ。絶対当たるよ。あのね、プラスに考えたら絶対当たるよ。今回あれあるのかな、名前指定みたいな、指定チケットみたいな誰目当てで来たのかみたいな。あったらみんなゆかるにしてね。かわいい、ありがとう。秋おめポイントが更新された、みんなありがとう。今日の公演も青と緑のペンライトたくさん見えました。ガルムシさん毎回いるよね、びっくり。いるよね、必ずいるイメージがあるって言われたことあるごめん、すごい時間間空いちゃったけど、いや、いない、いやもうなんかさ、嬉しいし、みんなあんまり報告しないじゃん公演当たったよっていう報告してくれるファンの方もいるけど、報告しないじゃん。だからさ、報告してくれた方、あ、今日来てるんだって思いながらこう探したりするけど、あれなんか青緑になんか振ってる人ちょっと多くないと思って、あれでもさ、えっていう感じ、行ってなくないってね、でも嬉しいの、それもなんかサプライズ的な感じで、あ、当たったんだと。だからびっくりするの、嬉しいし。なんかコメントくれると嬉しい、嬉しいっていうか分かるから、あ、来てくれるんだっていう、ね、でも強制じゃないので、全然。言わなくても見つけてほしいものがと。なるほどね、了解しました。でもよくあるんです、くれない恥ずかしがり屋さん。
やば、あ、恥ずかしグリオです。でもみんなのことはチラ見してる。ただその時に多分きっと目が合わないだけ。なんか私やっぱりなんかね、公園に対しての意識がねすごい変わったの。まあシアターの女神でこう、そうだね、みんなを見れる曲ってさ、終わりぐらいの曲しかないのね。なんか見せる曲意外と多くない？わかんない、私が遊べてないだけかもしれないけど、うん、あと MC の間ぐらいだよね。なんか曲に入り込みたいんだよね。なんだろう、曲の世界に自分入れたいんだよね。そう。変わったね。ええやん。ありがとう。嵐の夜？ああ、一回爆裂して。どの時？でも私さ、鏡でこうさ、客席っていうかさ、見れるのすごいいいなって思うもんね、あの曲。よくない？あの演出。いいよね。いやでも残り公演も少ないので、一回一回大事にして。本当にシアターの女神公演が大好きなので、楽しんでこの公演で一番の女神になれるように頑張ります。もっとね、表現力を磨いていきたいのですので、ではそろそろ終わりにしたいと思います。みんな今日は来てくださってありがとうございました。おやすみ。明日早いんだごめんね。おやすみなさい。朝ツイッターするかも。ツイート。ああ、みやもんありがとう。過ぎてないけど、なんかありがとうねいつもありがとう。皆さんもありがとう。ギフトやコメントなどありがとうございます。そういえばインスタグラム更新しました。今日のこのこれを撮ったやつ、あゆカメラで撮った写真載せたので、ぜひ見てください。おやすみなさい。明日寒くなる。明日も寒いので暖かくして過ごしましょう。バイバーイ。おやすみなさい。